エディットにも書き込んじゃおう。外国人もいたらいいな。あら、始めっか。敵いるよね。いない。あら、いたいた。やめてくれ。よいしょ。どう行くんだっけか。音量とか何か変なところあったら教えていただけると助かります。よろしくお願いします。敵いるよな。いない。いないのか。はいはい。ホワイトゲートはいけないから、ここから入ってそこに行く感じかな。それこれ貯められるの？チャージできるわ。アモは5を使うのかよ。それはよろしくないよ。アモ5はよろしくないでしょ。右から行こう。敵いる？いるよな。そうだよな。どこ？敵は。おった。敵がどこにいるのかちょっとわからないですね。来たな。いたいた。オッケー。ここがおそらくダークアーもないし、まあいいや。あ、またそんな普通のビームじゃダメこれ。2回目。めんどくさ。まあいいや。こっちね。ここが何？あ、ここがこの間忍び込んだところかな。忍び込んだところが下から入れたんですけど、それから戻れるってことですね。パイレーツのここがなんか、そう、コマンドセンターで、ダークエーテルに行けなくもなさそうだったんだよな。あ、敵いるし。あ、これはもう上でしょ。ミサイル撃ってきてるな。結構優秀ですねこいつ。
優秀なのか分かんないけど、どこにいるのか分からないんですよね。上か、ミサイル撃ってきてるね。結構ダメージ食らうな。やだやだ。よし、ここのダークエーテルがもし開くようだったらありがたいんですけど、ダークエネルギーの供給だよねやっぱり。ってなると戻るんじゃなくてここに撃つ。ほら、できた。やったね。ダークエーテルに行けましたよ。嬉しいね。よし。何あれ？あ、これはあれか。パッファー。ダークパッファー。スナッチされた浮遊生命体。耐久力が増大。猛毒のガスを散布します。やだ。これは、コマンドパイレーツか。生命反応なし。強烈な衝撃による背骨の粉砕骨折。これかわいそうだな。痛そうだね。有毒な大気の吸引に起因する呼吸器不全、窒息死。はいはい。フェイズンですね。他青いのはないかな。あの赤いの気になるけど、なんだべね。あ、あれ鍵じゃん。よく見たら鍵じゃねえか。さてさてさて、どう行けばいいんだ。こっちはライトパフないから、そこに急いで行き、いやー辛い、ここか、ここに急いで行き、ここは行けないってなるとどこ。そこか。ここはあれか、無限にできるやつかな。ライトクリスタルだよね。これ何？ブリンストーン。ってことはだよ、ここはこうか。よし、できた。これ何？ライト、あ、ライトリフトクリスタル、リフトシステム。ダークエネルギーを供給することでダーク属性化し、リフトが起動、加工します。ダークで加工する。うん、あ、リフトが降りてきた。パイレーツ潰さない？大丈夫？パイレーツ潰してなかった。あー、いるわパイレーツ。バイオケミカルの痕跡ってことは、これはダーク化されかけてたって。あー、しまった。スナッチされかけてたんかな、あいつ。かわいそうだね。ダークアモが出ない。ダークアモがまあ出にくいんですよね、多分。ライトアモじゃないとダークアモが出しにくいので、まあ出ないんでしょうが。ちょっと待って、これ。無理取り行けってこと？無理に。かもしれないな。やるか。まあ、ライトバフあるし。よーい、ちょっと。これで鍵ゲット。よっしゃ。いいね。さて、どっちが正解なんでしょうか。破滅の立教。とりあえず、近いところから行ってみようか。ここそんなに。そんな安心できるような場所じゃないんだよな、この。後ろにいるでしょ、多分。ウィング。いない？あれ？予想外ですね。ここが、どうなってる？どっちもライトだから、無理ですね。戻らないとな。ライト戻らないと。あ、いたいた。ダーカーもくれよ。来ないね。見事に。これあれだな。ちょっとオプションで
コントロールで、プラスで、ファイザービーム、セレクト入れ替え。これでどうなる？セレクトってこれ？間違ってる。そうじゃない、そうじゃないんだよ。セレクト入れ替えではなく、プラスで入れ替えられるようにしたかったんだけど、無理っすね。毒素が出た。回復が出ると嬉しいけど。どう？来たね。嬉しいね。ライトはあるから OK。何それ？近く来る？行け。大気の犯人、ああ、これも有毒な大気の吸引による多臓器不全。なりたくねえ、絶対なりたくないそんなの。ああ、イングルがいるな。あ、なんかしかも亀裂があるぞ。さて、どこにいるほかが。スキャンしときたいよね。電磁ウム。どこだよ。電磁ウムはこれじゃ破壊できない。上ですね。そんなとこ陣取ってたらわかんないよ。3D、いくら 3D のゲームだからっつって。なあ、そんなとこ陣取られてもなって感じだよな。左側に行くとライトがあるから、そっちではないみたいですけど。とりあえず行くに行ってみるか。敵いるかもしれないしな。いや、なんもねえな。こっちに行ってみるか。おお、またなんかあるぞ。これはライトエネルギーの供給によって反応。ライトエネルギーがないので反応しないですね。毒性の大気で中枢神経が麻痺。死に至る。中枢神経ってやばいな。麻痺したらな。麻痺したらやばいタイプの神経だよな、中枢神経って。これ何？動力ユニットを確認。エネルギーの供給により稼働可能です。どっかから供給するんですね、これは。あ、でも奥になんかあるから、多分奥からでしょうね。あ、ここがあれだ。あ、でもここには何もないんだ。ここは裏表じゃないんですね。まずこっちに行ってみよう。で、エネルギーつってるけど、これどこにエネルギー、ああ、これか。で、大体ダークはなんか下に下がるんだよ。OK。ダークアーもくれよ。全然アーも来ねえね。
道かこれ。これで上行ってどこに行く？こっちか。ミサイルやっといて、他のところには何もなしかな。行きますか。セーブできるね。またパイレーツいるよ。フェイゾンとの接触により組織破壊によりショックし、組織破壊されたら俺もショックするわ。わかるよそれ。ビーム攻撃による体組織の破壊を確認。とりあえずセーブしておきますか。ちょっと鼻かみます。こうかな。でマイクも切っとくと。インプットキャプチャーを開く。これで多分大丈夫でしょう。アウトプット、インプットキャプチャーがマイクなのか。なんか今難しいな OBS。 よしやりまっか。ちょっああこっちね。セーブステーション3ダーク、こっちですね。これはフェイゾン行きたくねえな。ダメージ食らうからな。おこれフェイゾンあるわ。フェイゾンあるけど何これ。あっちなんかあんだけど、あそこ、まあ、これあれだな。何回も行けるな一応。あっちフェイゾンすごいよ。まずいまずい。これどう取るんだろう。あのなんか光ってるやつ痛い。よいしょ。ああちげえ、あれだわ、ライトクリスタルだ。場所が安定するやつだ。取れるわけね。なんだよもう。よいしょ。なんかある。これ何？エレベーターで下に行ける。いやー下行きたくねえ。なんか絶対敵いるだろこういうの。大体わかるからね。まあ行きますか。縦長だな随分と。スキャンレンジオーバー、レンジオーバースキャンします。生命に反応なし。心臓部に鋭利な武器による貫通口を確認。鋭利な武器、これはロック一つ解除。ビームは後で全部消えるってことね。パフ終わりかけてるけど、パフ終わってるんだけど、ムービー中パフダメなパターンこれ。そんなこれはまずいです。フェイゾンとの接触による全身やけどで死亡。やっぱ放射能だなこれ。放射性物質ですねフェイゾンさん。2つが解除されました。
ん、消えてるでしょ、これ、バフ。消えてる、ほら、やっぱり。ひどいな。ムービー中は消さないようにしてくれよ。少なくとも。ムービー中は消さないようにしてほしいんですが。そうもいかんのかな。オッケー。パフを展開。パフ展開。展開させて行き。ちょっと待って。あ、ブラックがあるね、あそこに。ブラックゲートは後で行くのかな。どう行くのかな。とりあえずこれで3つ目のスイッチは見っけ。よう、自然ロック解除。これで先に進めますね。あ、これ全部、このロックはすでに解除されてますっていうやつ出るじゃん。やめてくれよ。本当だ、出てるよ。本当に出てるよ。これはダブルでいけんのか。うんうん、そうそうそう、これがね、見たい。スキャンはスキャンできるならスキャンしろっていうことが言える。このゲームはスキャンが大切だ。スペジャンであっちのブラックゲートいけるようだったらちょっと行ってみましょうかね。さすがにこんな朝の状況だとあんま人も来ないな。実際下がる、上がる。ここはピークね。これ無理ですね。いけないですね。めちゃくちゃ食らってる。しかもやめろやめろ。そこあるじゃん。うん、よし行くぞ。なんかいろいろあるな。なんだろうね。敵がいるな。イングクロー、変異形態、植物型のダーククリーチャー。周辺に猛毒のガスを散布しています。外皮は破壊不可能で、なんかいるんだよな。何こいつ。こいつあれか、ルーマイトだ。まだいる。熱い。それはまずいよ。乗れた。いけ。なになに、どこにいる。いた、しまった。オッケー。破壊不可能っつってたな。ほんとだ。これはあそこ通らないといけないでしょ。いける大丈夫かこれ。熱っ、熱っ。しかもミスった。信じられん。どうなってる。あー大変だこれ。
まあまあまあ。うん、回復来るのありがたいっす。なんもね。ライトバーグ。ああ、これはいい。いいの。これ、何これ、青いやつ。あれはいいんだとかじゃなくて、普通にあんまり気にする余地のない雑魚ではあるからな。さて、目新しいものは、なんかあればいいんですが、あれか、ここでなんかやってれば、アイテム手に入るよみたいな感じ？なんもないんだけど。よし。ラスト1体。まあまあ、それはいいや。今、向かいのところにダークゲートがあるから、ちょっとそこに行きたいということですね。そうなると。ホワイトゲート開けられないからね、今ね。マジで移動に対して。違った。移動に対してよ。なんかある。何これ。ライトビーム。やったー、ライトビームを手に入れました。これはルミナスだ。ずいぶん前に死んでる。フェイゾンとダークエーテルの待機で死んでるな。よいしょ。こんな早くに2つのビームが手に入りましたね。撃ってるけど、これアモ消費してる？パターン？右に合わせて。アートギャラリーゲット。ステータスかな。アームキャノン、ビームシステム、チャージビームは凝縮し、破壊力を増幅した上で一気に放出する。スマブラでも御用達。貫通能力を有する。チャージすると5発分ライトブラスト。アモが切れた時はチャージするとビームが打てる。有効だけど射程が短い。これプラズマ系ってことか。ダークは麻痺能力を有する。チャージするとダークアモ5発分でエンタングラー。アモが切れた時はチャージするとビームが打てる。速度が遅いのが難点だ。パワビ。初期装備。生体エネルギーを変換してるんだ。ミサイルシステム、追尾機能持つ武器、ブリンストーンでできた物体を破壊するのに便利だと。モーフィングボール用途。タロニック合金。ここで書かれてるのね、いろいろ細かいことが。パワードスーツ、バリアスーツ。
アーゴン機。丸すぎるエネルギー転送モジュール。防御システムのエネルギー最大値を100ポイント増加させる。いろんなタンクがある。推進力噴射ブーツ。普通のコンバット。データ収集。行きましょうか。強そうだな。ダークビームで敵を倒すことで入手可能です。なんか地味に重要なことと書かれてる気がする。敵がいいんだよな、なんか。これライトで倒していいな、そしたら。ダークアーモがね、今ないんですよ、あんまり。痛い。それはやばい。ダークアーモ出てないじゃん、あんまり。そんな。ここがライトアーモだから。ダークビーム来た。難しいゲーム。何これ。気持ち悪い。イングウェーブ、バイオプラント。これ植物らしいですね。食系の耐性に優れている。ライトエネルギーの照射が有効らしいですね。ってことは、ほら、いいね。これも、よーし。これなんもなし。ライトがないので、とりあえずダークで壊してみるか。ライトが落ちてきた。これでやり取りできるな、結構。ライトを出すとダークが出てくると。見てみる。青がなし。イングだ、これ。ライトで倒したいな、しかし。これちょっと、いろんなとこ行けすぎじゃない？大丈夫かな？こっから先行けるんだ、そしたら。ライトで行けなかったところにも行けるし。いや、これちょっといろいろ複雑だな。ここ何？アナイアレーターかな？ライトできなかったところに行けるので。まだイングいるよ。オッケー。とりあえず左後ろ手前にあるここか。ここに行ってみるのが多分得策っぽいんだけど。いろいろ探せる。あれ、ここあれか、初期の場所か。初期場所だったらどうする？って
ってことはだよ、こっからダークオアシスから行けたりすんな。そしたらね、あらあら、どこどこ、敵敵、おったおった、上からな、まだいる。めんどくせえ敵だ。ここを行って、で手前に多分ライトで開く場所があるんで、そこをちょっと探検してみましょうか。なんかいいものが手に入るかもしれないですね。ここでしょ。あ、そうそう、ここここ、パフ開けてライトで、さてどこ、これは、あ、何これ、アモリチャージステーション、全アモの供給が可能です。嬉しいけどそうじゃない今は。まあありがたいかもしれない。アモリチャージステーションでしたね。でも結局開けるときにライトビーム使うじゃん。そうかよ。したらな、さて、そしたらこっちから行くんじゃなくて、手前引き戻す、引き戻る感じ、引き返す感じで行った方がいいですね。これはす形で、こうパフを開ける。どっちから行けばいいだろうな。ダークで開けるか。さて、パフがある。下と違うか、あ、下と違うな。まあまあ、ここはイングローホール、イングクローホールか、イングクロー確かにいるな。あ、ここ何もできないや、できないけど鍵はある、鍵はあるので鍵のところに行かないとと思うと、なんかやっぱいるよな。そう、絶対いると思った。敵ですね。ボスが来てましたね。多分ボスじゃない、普通のイングだ。これをねスキャンしたいですね。イングトラップ、知覚をわずかに有する下等生命体、生命体なんだね。イングの命令信号に反応する、足元であるイングを倒すと除去可能。とりあえずこれは戦っていいでしょう。いて、
ダークアーモで倒し箱壊したけどライトが来ないよ。よし、6発か。いて、どこだ、ここか。よし、なになに、あ、戻ってくるってこと。やったね。よーし、闇の聖堂前提揃いました。やったね。闇ロック解除可能です。で、ここなんかある。ここは引き返すしかないですね。引き戻すって言っちゃうな、引き返すのこと。なんででしょうね。結構アモの状況とかもいいと思うんだよな。そうでもねえわ。ちょっとダークで壊して出てこない。ダークで壊し、うん、ライトが出てくる。オッケー。音かっこいいね。ライト下から行ってみたいけど、これ何？スキャンしとくけどさ、ダークテンタクル、次元の狭間に潜むイングが変異した攻撃系。ポータルを開いて攻撃する場合にはダークテンタクルに変異します。なんかイングの体っぽいなこれ。なんでこんなことに。ダメージがひどいのよ。上から行くしかないみたいですね。上から行くか。上から行けないねこれ。どうしようね。下から戻るしかないこれ、もしかして。おかしいな、上に戻れないぞこれ。上に戻れないんですが、地道に行こう。これでダメージ食らいながら進めってことか。あれパフがねえんだよな。パフなかったんだ。あるわ。ちまちましてるこいつら。さて、フェイズのサイトじゃなくて、なんかあったんだよな。セーブステーションの前か、なんかここら辺に多分あのライトの次元転移の場所があったから、ちょっと戻ってみますか。そっちの方に逆回りしてみようよ、そしたら今回は。ダークで壊す、ダークで壊す、違う違う、汚しちゃダメなんだこれは。ダークで壊すとライトが出てくる。いいね。ライトでこう、ライト、ダーク、よし、かなり管理良くなってきてない？
楽しいぞこのゲーム。戦略的だ、おそらく。ここで秘蔵室でライトビーム手に入れたので、ここから戻ればいいんだ。暗影の連中に戻りましょう。ってことで、今はもうあれなんで、あれでもねえな。痛えな。こいつは邪魔くさい、こいつら。どんだけいいんだろう、マジで。まあいいや。よし、倒した。で。あれ、フェイゾンなんだよな。どう変える？どこ帰ればいい？ここから狙える？狙えればよかったが、狙えないってなると、ここから戻れない、もしかして。あ、いけるわ。よかったよかった、安心安心。ここがね、謎ですね、このフェイゾンが。ガンガン進んじゃおう。これで戻れば多分ライトのあれが出てくるでしょう。これ何？ダークメトロイドだ。スナッチ状態のメトロイドです。ダーククリーチャー化により耐久力が増大、ダークエネルギーに対する耐性を獲得しています。ってことは、非常にこれは面倒だな。ダークでアモ供給しつつ、アモ足りねえな、足りねえけど、とりあえず倒しきるぐらいまではしたいな。オッケー、ライターも来たね。オッケーオッケー。あ、ライターもあるわ。よし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 。で、ここで動くのが分かんない、映像サイトの。あ、てか奥行けないんだ、そうだそうだ。まだメトロイドいんのかな。あれは多分無理でしょ、まだ。エレベーターが降りてくると思うから、それに乗って戻りましょう。
よし。いやー、花粉症嫌ですね。非常に嫌だ。オッケー。ここを行くと、フェイズオンサイトコネクトがあるということでね。ほい、これで安心するとこまで行きたいんだけど、うわー。よーし。あれ、開かない。ここら辺にあると思うんだよな。とりあえずセーブして。いやー、ライトビームがあんな状況ですぐに手に入ると。面白いゲームですね、デザインが。ライトとダークがあって、それをこう交互に使うことによってアモを供給しながら攻略していくっていう。面白いゲームですね、本当に。こいつ調べた。セーブデータルーム。この前かな？なんかあったよね。なんかあったの覚えてるんですよ。脇から入る。そうだそうだ、ここだここだ。ちょっとこれね、多分戻れるでしょ。いて、よーし、これで普通の元のエーテルに戻れますね。これどこ？ああ、フェイズオンハンドローに来たから、これで、ああ、なるほど。ライトでいけるところが増えてる。嬉しいね。こんな嬉しいことないよ、あんまり。もったいね。しまった。ここは、単純に戻れるだけか。ここから、ライトの方に行きたいんですけど、いけないらしいわね。あそこから飛び込める？ここ無理ですよね。あそこに行くにはどうしたらいいんでしょうね。逆に逆から来るのか、こっから。謎の場所。アーゴン聖堂前提。ああ、ここら辺行かんとだよな、そういえばな。2つあるしな。アーゴンの瀬戸のところまで戻るか。がいいな。ってなると、それがいいな。ってなると、ダークゲートで入りの、メトロイド管理センターにちょっと行ってみよう。ダークゲートあるから。なんでここ行ってないんだよ。ダークゲートを打ちの、パワーに戻しの、まあ、これどっちでもよく、コマンドセンターで多分敵が出てくるけど、その先に行ってダークゲートを開けたい。まあ、でもあれか、ダークゲートを開ける前、ダークビーム持ってなかったもんな。そういうことやな。わかるわかる。さて、どこに出てくる。どこにいるか分かんないんだよ。上？まあいいや、ほっときましょう、そしたら。さて。ここでちょっと。敵出てくるよな。ちょっと待った。
立ってる時は別に。よしよし。アモの残弾も大丈夫。ここだね。イエーイ。ミサイルゲット。なんだここ。眩しい。特になんもねえのか。保管庫か、なんか保管してるんでしょうね。コンテナを一つずつ破壊しよう。ペトロでいるな。倒しとくかとりあえず。そしたら元に戻って、こいつらはもう安心してんだな。やっぱいる。いるね。よし。ここのシェニザゴナイパイレットつっついてるメトロイドしかおらんけど平気？大丈夫かな。よし、じゃあ戻りますかね。たいるよな。上だよな多分。ああ、爆発すごい。 OK。2つ行って右か。肩痛くなるこのゲーム。かがんでるだからだろうなこれは。さてと、パイレーツ防衛ゲート、ここからこの上のゲートがなんかちょっと不思議なんだけど、まあいいや。パイレーツいるのこれ。出てこない。倒してるから出てこない。やった。まあ戦いたくないしな。ここはあれだね、スパイダーボールがないと上に行けないところだね。あ、なんか上にあるわ、青いの。これは小型発電機。通常レベルの武器による破壊は不可能。あれをなんか破壊すればいいんだね。そしたら詰まるところ、そういうこと。ここか。ああ、いるわ。いるけどどうしよう。よいしょ。こっから出られないのか。それいた。いやいやいや、そうなんすか。痛えな。ちょっとダメだダメだ。ここ袋のネズミですね、これは。
よーし。倒しはしたが、これで右に行くと。右に行けばアーゴンの前提があるから。いいね。やだやだ。回復があるけど引っ張ってこれないや。回復がないや。そんな。これでアーゴンだよね。よしよし。多分敵がいるだろう、ここ。いないか、もう。あ、いたわ。ワスプが。ワスプハイブあるのかな？さて、ここは言ったのでアーゴン制度ね、ダークから行ってみようか。ダークの方が手に入るの早かったしね、どっかに通ずるんでしょうけど、まあまあ便利なことを願いましょう。その通路が、よし、なんかいそう、なんかあるぞ。いてててん？よし。硬いな、こいつ。思ったより。オッケー。オッケー。オッケー。わあ、めっちゃ落ちる。ダメだ。落ちに落ちるぞこれ。難しいな。ここから行けないね、これは。ここもなんか破壊できそうだし、できなかったし。頭打つね。ダメだね。とりあえず下に行きますか。これは何？なんか新しいゲートが。パープルゲートシールド。周囲の5つのエネルギーポットに同時に衝撃を与えることで破壊可能です。これか、エネルギーポットって。多分これいけないね、まだ。戻るしかないんだろうけど、戻るところがないんですけど、大丈夫かこれ。どう戻ればいいの？あ、つか、あ、エネルギーポットあれか？これでさ、ちげえわ。こっち？違う。パープルで越せない。上に戻らないといけないけど、戻り方がわからない。まあ戻れるな、多分これは。こういうの大体
戻りたいっていうか、まあ戻れてたな、さっき。そういえば後はなんか上の方、そこにエネルギータンクがあったんだけど、ホワイトゲートに行くか。多分まあダークエーテルの闇の前提に行かないとままならないんだと思うんですけどね、ストーリー的には。なんか新しいとこ来たよ。あれレンジオーバーだな。はい。そんなマジ信じられん。これ落ちるね。ここは全然見れない、スキャンできないです。オッケー。さてこれを、黄色いゲートあるけど、黄色は謎ゲートなんだよ。奥に行ってみましょうか。そしたら、イエローゲート、広範囲にわたる非常に強力な爆発。そうだ、これはパワーゲートでした。パワーゲートというか、パワーボムで開くゲートですね。多分。十中八九そう。広範囲にわたる爆発ってのはすげえよな。はいはい、仮面の端の人ね、これ。これは？スパイダーボールが必要。ああ、全然。全然。じゃん。スパイダーボールから裏取っていろいろやれるってとこでしたね、ただの。さて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 、そしたらどこに戻んのが正解なんだこれ。戻らんでよかったな、あそこ。気になるんだよな、そこな。どっから行けたっけ。やばいやばい、全然意味のないことをしてしまったようだな。もうポータルここら辺か。ポータルは P ですね。ああ、じゃあここに行かないとダメなんだ。ってことは、アーゴンサンドホールにもう一回戻らないといけないですね。さっきのとこから戻れたらな。とりあえず敵無視していきますか。そしたら、ダークアームがなくなってきたね。いや、非常に探索しがいあるゲームですね。
これが、あ、防衛ゲートとかあるからまだまだだな。ライト、ライト。え、ダーク。オッケー。パーペキ。敵がいいんだよな。危ない。いや、食らってない？大丈夫。ああ、食らってない。意外と平気。こっから戻って、ポータルステーション。ここですね。そこに行かねえ。ならんのよ。あたしゃ。ん？違うね。下だね。しまったな。スペースジャンプは便利ですね。あ、ここか。これ行きゃいいのね。ほいほいほい。本当何なんだよ、ここ。あ、しまった。うん。よし、ここだね。で、ポータルゲートが多分向こう開いた。あ、敵だ。あー、眩しい。開いてない。開いてる。開く。開くことができる。グッドですね。ここから、そう、全然ダークゲートとかを開いていないので、ここに行く前に一応ダークゲートをいろいろ、ダークゲートも含めて探索してみましょうかね。そしたらせっかくですからね。アモはもう十分にありますからね。敵がいるな。いけ、まだいるのかよ。セーブステーションがあって、その先にアーゴンプラザがあるので、そこに行きますか。面倒だな。セーブして、ちょっとすいません、お手洗いに行ってきます。でも見てる人いないな。よいしょ、マイク切って、
マイクがうまくつかない。よいしょ、はい、マイクつきました。やってこう。12時半ぐらいまでちょっとやってみます。で、そしたら お昼ご飯食べてまたちょっとやってこう。いや、このゲーム面白い。ずっとやりてえし、新作もやりてえんだけど、なんか新作出んのかな。新作出てほしいな。世界待望だよ、新作。敵がいるね。いいの、こいつ出てきちゃって。ボスじゃなかったっすか。いて、何体いんの。あ、普通のイングか、これ。しまったね、あまりにもライトアームを使いすぎた。奥ね。ダメージ食らってるように見えても、割合このガードのおかげでダメージが入ってないという状況がありますね。ありがたいですね。さて、敵がおるね。ここ倒せば OK。ダメージが入る。なんか目ぼしいものもなし、とりあえず行ってみるか。敵がいる気がするんだが、そうでもないな。ここは秘蔵室1。なんかあるってこと、これ。なんかあんの。なんもねえよ、なんもないけど、なんかあるな。なんかありましたね。いやー、変なところに隠すね。こういうミサイルタンク大好き。嬉しいよね、見つけた時に。いやー、しかも食らうのか。バリアから外れるという面白き現象の月。イングもいない。よし、そしたら、こっちから来たので、こう行ってサンドホールからここに行けるんだけど、アーゴン大聖堂前提ね。とりあえずサンドホールでこのブラックゲートを、このブラックゲートをちょっとどうにかしたいですね。ってことで、うん、そこら辺にあるゲートに行きましょう。あれさ、活性化するよな。活性化するときにここ行けんね。まあええか。で、ここに急いで行く、向かう。これはご了承でいいのか。なんとかならんのか、これ。めちゃくらっちゃったよ。回復がありがたい。これを向かいの、ここがねスパイダーなんだよね。で、多分これなんか回りそうだよな、このギミック。すげえ回りそう。出てんのよ、ちょっとはみ出てる。
オッケー。敵がいるよな、多分これ。いない。あら。いないとはちょっと予想外ですね。そんなバンバン回復出なくてもいいけど、出るとありがたい。ここに行き、で、この上にダークゲートがあるんだ。そこは多分アーゴの前提とかだよね、確かね。どう行けばいいんだろう。届かない。こう回ってった方が良さそうだな。いや、焼ける。回り込まないといけないんですね、ここ。ちょっと面倒だな。ここは？あ、単純なセーブ地点。単純なセーブ地点でした。セーブします。敵いんのかい。なんだいなんだい。で、こっからじゃあもうアーゴに行くしかないので、向こうに行くか。改めて。ああ、セーブ地点でしたね、単純な。さて、どこ？待ってるよな。大聖堂。前。やめろ。暗路。すごい。暗路なんて聞いたことないですよ、僕。はい、オッケー。これは何？キーコード認証完了。やったね。これで先に進める。しっかりはまるんですね、ここ。ええやん。何あれ。敵だな。新しいアイテム手に入るかな？いや、なんだこれ。ちょいキモ。アモービスさん。高高度の球体を確認。武器による破壊は不可能です。内部にダークエネルギー反応を感知しました。敵だよな。なんだこれ。アモービス。極大変異形態。超越した掘削能力かな。と、身体能力を持つ巨大ダーククリーチャー。ターゲットを地中を移動し、地上に飛び出して獲物を狩ります。外殻が硬い。やった。硬いらしい。敵いるな。
よいしょ、避けながらだね、ここは。サンタいるんだよな。あ、いてててててて、上げすぎた。いや、これ難しいぞ。ダメージ入ってる？戦い方がちょっと難しいですね。おったおった、これはなんかしてきた。フェイスアモービス、外角を再生したアモービス。ダークスフィアへの接続により外角を強化再生、柔らかい口内部のみ攻撃可能です。はい、ダメなんだ。いてててて、いて、なんだそれ。ダメージ入ってないけど、こいつ。いて、あ、入らない。まずいまずい。いや、どういう攻撃してくるのか分かんないな、こいつ。ダメージ食らってないじゃん。こうか、外角剥がれて、いてそこか。回復があってありがたい。見逃すな、普通に。惜しいけど、わわわわわ
いてえ。いや、繰り返すなよ。体力足りるかな。あ、ガードされてる。そんな。で。いやいや、どうすりゃいいの。避けづら。もうちょっと避けやすくしろ。ああ、近くねえだろ。君は。飛び込んだ。大体こういうのは。硬いなこいつら。出てきそうだけど、まだまだか。よし、来たね。3体だ今回。ああ、早い、意外と。痛い痛い。折り返し方がいやらしいんだけど。ああ、だからこれ見えないんだよな。おる、来るから手前。よし、ってことはここで吸い込まれて破壊。よし、一体これでどう？撃破。早いな、撃破のタイミング。砂が散った。ダークスフィアって呼ばれてたけど、これ何？はい、爆発した。うわー、結構でかい爆発。何あれ、サムスのマークだー。ダークスーツを発見しました。やったね。さてさて、どんなスーツでしょう。
ずいぶん今回は高く上がるな。高っ。うん、ああ黒い。カーターがディスクすぎる。やったー、ダークスーツを獲得しました。嬉しいね。ダークエーテルの初期から受けるダメージが軽減される。バイオロジー、ギャラリー。ルミナス族が開発した特殊スーツ。大気のダメージをある程度軽減します。ダークスーツによって防御機能が強化されたが、ダークエーテルの大気から完全に身を守ることはできないようだ。すげえスーツ。いや、なんだこのスーツ。面白。肩が硬すぎる。バイクになりそうなスーツですね、これね。すげえ形。ああこれ肩の肩みたいな肩みたいな形してるな、モフボールが。さてとりあえずこれで行ける場所は増えましたね。まっすぐ行ってみようか。あ、本当だ、なんか随分大気に対して強くなってる気がする。これは闇の聖堂のセキュリティシステム。やった。なんだこれ。これあれか、エネルギーか。スキャンするべきでした？もしかして。何をやってる。ああなんか供給してんのか。大丈夫。おお。え？赤くなったけど。エネルギー転送完了。ライトエーテルにエネルギーを戻す。転送モジュールを接続するユニットです。あ、モジュールにじゃあ転送されたんだ、あれが、エネルギーが。へえ、面白いな。さてさて、そしたら、ポータルから戻った方が良さそうですね。ポータルどこにあるんだろう。そこか。簡単に行けるね。戻しに行きましょうか。救急車向け感度良くなってると思うんだけど。うわ、赤い。赤いし何、はい、敵おるね。
めんどくせえ。雑魚敵がこういうそういう攻撃をしてくるのもマジでやめてほしいんだよな。精度ここだね。なんで、右側ですね。余裕になったな。よし。なんで光エネルギーみたいなの持ってんだろうな、こいつら。よし。これ見てなかったっすね。ライトアーモ。わい。銃しかないでしょうしね、これ。ここから行けば OK なので、ここから行きまーす。あ、でもあんまシャレにならんダメージではあるな。いていて。からさて、硬いなこいつ。オッケー、他はそこ。一旦戻ってやることとしては、大聖堂にエネルギーを戻すですかね。パープルゲートだよね、多分。パープルゲートだね。行けないんだね。そしたら右側からずっとまあ青の方に行っちゃえばいいんだ。確かあっちだよね。
敵がいる。このまま真っすぐですね、上に行けば OK。 めんどくせえ。オッケー。痛いよ。なんだよ。これは？電ジウム。電ジウムはまだ破壊できないですね。なんだろうな、スーパーミサイルかな、電ジウムって。プライムワンでも聞いたことあるしね。多分、うん。スーパーミサイルだと思うんですけど、アーゴン大聖堂に行きましょう。アーゴナル大聖堂に行こう。ああ、眩しい。痛い。昼飯何食べよっかな。おい、よし、ゴー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 。うん、戻しちゃいいかな、これで。そういうやり方で戻せるんだ、サムス。ズボーン。アンテナが出た。ん？お、ルミナスさん、おじいちゃん。来た。ありがとうの言いだけを示して帰ってしまった。エネルギーが回復。どうすんの？そしたらエネルギー回復したけども、剣ども剣ども打剣どもどうすんの？ここのエネルギーは回復したんでしょ？テポートはどこだ？ルミナセンスに戻ろう。ルミナセウスに戻って、おじいちゃんからちょっとどこに行けばいいのか聞きましょう。探索で、あれだな、メトロイドで仲間がいる、仲間というかがいるっていうのは結構珍しい気がするな。そうでもねえな、アザイムでもいたな。エレベーターが、サンドフォールの右側に行けば OK です。
右側っていうか、あれ西かな？北っぽいね。全部外してる。いやいやいや。うん、打ててるね、いいね。サンドホールの OK、 西でしょ。あ、これ方角わかんない、多分こっちだと思うんだけど。おっと、ちょっと、これビデオキャプチャーデバイスで音入ってた、もしかして。すいません、どうすりゃいいんだこれ、難しいな。もしビデオキャプチャーとかで入ってたらこれ本当に申し訳ないですね。なんでエルガトでマイクまで取れてるのかは謎ですが、もしそうだとしたらね、ないでしょうそれは。ここはまあ N タンがあった。なんか新しいことない。ダークもなし。うん。マップ捨てがあったでしょ。ああ、頑張った。これ上の方になんか穴はあんだな。なんか穴はあるけど、まあ、多分これ穴やれたビームで打たないと意味のないやつ。しかもソニック？なんだっけ？音に関する、あれがないと、ダメなやつですね。多分。とりあえずおじいちゃんに会ったら上がるか、セーブして。まずはおじいちゃんに会いましょう。ん？ああ、これで押さえてんのか。戻ってきたぞ。ダークゲートとかあんまなかったな、しかし。それでも前にはなかったな。ランディングサイトじゃなくてどこだっけ。ルミナス大聖堂に行きたいのかな。エレベーター、ここに行けばいいんだ。ってことは、アーゴン西からそのまま、連邦軍コンテナ輸送に行って、こう行って、でポータルあるじゃないか。まあいいや。ダークエーテルないのここ。まあいいや。道なりに行きますか。道なりに行ってれば問題ないでしょう。おそらくバリンとか言った気がしたけど、全然ガラスが割れてるわけではなさそうでしたね。敵が硬いな。あ、これダークか。よく見たら、
ここを右に。ここだと思うんだけど、合ってるね。ついに行けない。結構行ったり来たりをするゲームですね。これはあいちゃったよ。平気？機能停止。ダーク。いやー行きたいけどどうしよう。とりあえず行くか、ルミナスに。さすがにちょっとお腹が空きました。よーし、バカエレベーター起動。大聖堂にたどり着きました。あっち攻撃してくんだよなこいつ。ここの上だね。黄色いのもなんか溶けるようにはなったはず。ここほらほらほら、広大なる湿地、生命の源なり。こっからいろいろいけんのか。もしかしてこれは何？ルミナスの電波シールドを感知。ルミナスでなければ解除は不可能。はあ、すごいすごいぞ。とりあえず上に行くか。上に行くには L って何？ルミナスドア。右ですね。右に行ったらおじいちゃんに会えるっぽいね。結構行き来するゲームなんだなこれは。本当にお、じいちゃん。アーゴンの聖堂に光が灯るのをしかとこの目で見届けた。お礼を申し上げたい。いやいやいや、どうも。亡くなった者やこの聖堂で歌詞の眠りについている者たちも皆感謝しつつ思っておることじゃろう。めちゃくちゃお腹が鳴ってしまいました。ルミナスの神が使わした救いの光に違いない。用心召されい旅人よ。イングどもが騒ぎ始めた様子じゃ。次なる地、水底に眠る神殿トーバスではキャツラが別のものに姿を借りてその力を強めることを夢夢忘れることなかれ。トーバスの神殿に光を灯して再びここへ戻れることを信じて待っておる。どうも。エーテルの光と共に歩まれよ。はーい。話せんの？撃っちゃった。うん、また待ってくれてる。全然頭下げてくれてるけど普通に話したいだけなのかもしれない。目線合わせて
モフボール重っ。トーマスはさっきの閉じてたドアの向こうっぽいな。ちょっと一旦戻ってセーブポイントがねあると嬉しいんですけど、ああるわ。ルミナストランスポーター1、うん、ここでいいな。全然ここでちょっとポータル開いてみたいよね。開いたところでなんだけど。ってことで、ダメじゃん。セーブをさしてくれよ。もう。1だとダメなのか。いや勢いすごすぎるこのエレベーターで。ここに来ると、まあ、近くにトランスポーターじゃない、あのポータルがあるのと、セーブ場所がどこにあるんでしょうか。遠いですね。遠いね。あれ、ランディングサイトに行けるんだ。近くねえけど。ランディングサイトに行くには、まあ。めんどくせえ。まあいいや。ちょっと見ながら行くか。貯蔵用岩窟ではなく、どこに行く？その脇道から入ればいいのか普通に。逆にダークエーテル行った方が早めに。早めにセーブがあったりしないですか。そしてもしダークエーテルに行った場合、誰か探索をやめることができるのかがわからないですね。まあまあいいでしょう。とりあえず行ってみるか。ポイズンミストステージ。ライトが必要か。ああ、なんかいろいろある。パープルシールドだからこれはいけないで。ここは？外骨格の劣化状態の分析の結果、32サイクル前に死亡。毒性の強いガスの吸引によるもの。そうだよね、これ強いよね。ちょっと待って、全体的に強いぞ、毒性が。突然変異した異形植物の集合体、強度が高く武器による破壊は不可能。とりあえずミサイルもらいつつ戻るか。いやこれダークスーツあってよかった。ミストしかねえぞ。
敵いるな。これはダメですね。死ぬね。よく見ますね。二の舞だこれ。ってことでこれ全然セーブじゃなかったですね。こういうちょっとしたポータルからアイテムが手に入ったりすることもあるんだね。楽しいですね。ってことは左からお昼直前にセーブができないみたいな状況だなこれ。実家でそういうことよくありましたね。途中で止められないゲームあるよね。ここ右だね。慎みと力が我らを平和に導く。ああ、ランディングサイト行ける。ちょっとランディングサイト行けるならそこでセーブして、ちょっと新しい方向にちょっと行ってみましょうか。それもそれで楽しそうだね。慎みでしょ。力が我らを平和に導く。慎みと力。ハンターハンターの多い継承戦でもハルケンブルグが慎みと力、いやー行かないでくれ。そうじゃなかった。慎みと力でいろいろやろうとしてたよね。そうじゃないのよ。ああ、ダークミサイルね。スナッチ状態のギンガレン候補イムの存在。ありがたいけどさ、やった、嬉しいけどさ、どちらかというとさ、なんかもう戻りたいのよ。上に、そこに。ああやってしまった。どうしよう。ここは一回落ちちゃったから、上がるにはぐるっと回らないといけないパターンですね。はあ、やっちまった。勝手に行くなや、本当に。本当に終わるに終われないですね、今。セーブしたいんだけど、セーブ、ランディングサイトでセーブしたかったな。あ、来た来た。よし。まあまあ安心でしょう。ライトが、あ、来た来た。
アセーブルもあるわ。まあ行くか。敵いそうでいない。なんだこれ、気持ち悪い。故障のため。はあ、はあ、そっかそっか、モーフボールね。あ、しかもここ入れなかったところじゃないですか。やった、ミサイルタンクゲット。これはいいですね。10発増えましたね。美味しいね。転んだ先にいろいろあったね。いや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 、殴んなよ。あらあら、まだこれ見てなかったんだね。ダークアモの5発、ダークアモの10発。とりあえず上に行こうか。あまりにもいろいろあったが、これでランディングサイトに向かいたいから右に行って、でさっきのところだな、これが。あの緑の濃いところには行かないようにした方がいいということですね。こっちね、これは危ないと。久しぶりのスターシップくん、修理されてるかな？されてないですね。お、ライトで動くから、ちょっとこれはありそうだな、いろいろできそうだな。よし、スーツも新しくなったし、セーブして、よし。OK です。それでは。ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。一旦上がります。多分、昼過ぎまたやれると思うんですけども、よろしくお願いします。お疲れ様でした。なんか誰かやってるかな？なんか、全然、見てる人いない。レイドしない方がいいな。いいや、終わります。お疲れ様です。